ハローこんにちは、大家好、なるです。私は今どこにいるでしょう。コリアコリア、韓国に来ています。今回私初めての韓国旅行なんですが、目的は食べ物。この動画も食べ物三昧になると思います。よかったら楽しんで動画を見てください。それでは行ってこよ、あ、行ってきます行ってこよ、それでは行ってきます。始まりました、韓国旅行。今回初めて韓国に来ました。海外旅行大好きなんですが、アジア圏は行ったことない国がまだまだたくさんあります。制覇したい。オープニングで横から聞こえた声は、この間の動画でも登場してくれた友達のさとまです。この友達と2人で韓国旅行を楽しみました。今回の動画でも日本語でいろいろ話しているので、ぜひリスニング練習に使ってください。まず最初に言ったのは、私が韓国料理で一番食べたいと思っていたもの、冷麺。本場の冷麺を食べたくて、ホテルの近くにあった冷麺のお店に行きました。本場、そのものの産地、生まれた場所、それが有名な場所という意味です。みんなは本場で食べてみたいものありますか？韓国料理の店ではスープや漬物がサービスで出てきますよね。最近漬物が大好きで、韓国旅行でもこの漬物を楽しみにしていたんですよね。韓国の有名な辛い漬物、日本でも韓国の発音を参考にしてキムチと言います。美味しかった。念願の冷麺も美味しかったです。辛くない普通の冷麺と辛い冷麺を一つずつ注文して、さとまとシェアして食べました。冷麺にお酢を追加して食べるのが好きです。韓国料理だからキムチや辛いソースがかかっている冷麺、すごく辛いのかなと覚悟していたんですが、意外と辛くなかったです。でも私は辛くない冷麺の方が好きでした。さとまは辛い冷麺の方が好きだったみたいで、結局それぞれ食べていたんですが、食べ進めるうちにさとまが辛い辛いとヒーヒーしだして、面白かったです。最初の一口二口は辛くないんですが、ずっと食べていると辛くなるパターンだったみたいです。韓国料理、舐めたらダメでしたね。そして量が結構多かったです。ちょっとお腹いっぱいだね、これ。韓国はご飯を残してもいい文化だと聞いたので、日本人の私からしたらちょっとごめんなさいと思ったのですが、残してお店を出ました。ごちそうさまでした。実はこの韓国旅行、2人とも本当にその辺に遊びに行くぐらいの荷物で来ていたので、服がないと言って服を買いに行きました。それと韓国といえば化粧品ですよね。化粧品もいろいろゲットしました。買い物に疲れたらカフェ。韓国にも可愛いカフェがたくさんありますよね。インスタグラムでリサーチもしていたんですが、結局私たちがいたところから近いカフェを探していきました。カフェラテといちごのワッフルを注文。これが美味しかった。意外とこのクリームが甘すぎなくて最高。この韓国旅行、本当にゆるい旅行です。この状況でのゆるいとは、予定をいっぱいにしていない、のんびりしているという意味です。旅行前に韓国で何をしようか、どこに行こうか、ほとんど相談をしないで来ました。まあ私はざっくりと冷麺を食べたいというのと、カフェに行きたいという目標はあったんですが、韓国に来るまでほとんど何も調べないで、
結局当日いろいろ決めて行動していました。旅行に行くとき大まかな目的は決めるんですが、細かい予定を決めるのはあまり好きじゃありません。当日の気分で決めるのが好きです。これを思いつきで決めると言います。思いつき、予定を立てないで急にその時浮かんだ考えという意味です。さとまも私も仕事で疲れていたので、とにかく無理をせず旅行を楽しみました。私はこのゆるい旅行大好きです。皆さんはどっち派ですか？計画をしっかりと立てる派？思いつきで行動する派？よかったら教えてください。今回ホテルの周りのお店をいろいろ回ったので、結構街の中を歩いていたのですが、既視感がすごくありました。そう、私の第二の故郷台湾の台北の雰囲気を思い出しました。初めて韓国に来たはずなのに、全然そんな気がしませんでした。この日の夕方、里間が行きたいと言っていた漢江に行きました。天気が良かったので、夕日の時間帯を狙って行きました。今回の目的もそう。映える写真を撮ること。映える。私の動画を見てくれている人はもう知っていますよね。ここでもいい写真が撮れました。インスタグラムにアップしています。ぜひ見に来てください。ここでびっくりしたのが、そこら中にカップル。ここはきっとデートスポットなんですね。デートスポット、デートに合っている場所、適している場所という意味です。私今までこういう川沿いでデートしたことがないので新鮮でした。広場にレジャーシートと映える写真用のライトをレンタルしている屋台がたくさんありました。意外とレンタルをしている人が多くて、これもびっくり。日本以外の国へ行くとカップルのデートの定番はおしゃべりなのかなと思うぐらい、おしゃべりを楽しんでいるカップルをよく見かけます。定番、流行に関係なく安定して人気があるものという意味です。ピクニックをしながら、散歩しながら、カフェでコーヒーを飲みながらおしゃべりをするカップル。まあ日本でもそういうカップルはいると思いますが、時々何をそんなに話すことがあると思ってしまいます。皆さんの国の定番デートあったら教えてください。夜ご飯の時間、この日は辛い冷麺を食べたり、カフェでデザートを食べたりしてお腹に結構負担を与えていたので、優しいものが食べたいということでサムゲタンを食べに来ました。サムゲタン、名前だけ知っていたんですが、どんな料理かわからなくて、口に合わなかったらどうしようなどちょっとビクビクしながら頼んだんですが、すごく美味しかったです。優しい味で体もポカポカして、この日の夜にちょうどいいご飯でした。動画の最初に出てきたキムチも、このサムゲタンもそうですが、韓国料理の名前の日本語はだいたい韓国語の発音を参考にしています。この前の動画の韓国の海苔巻き、キンパ、これから動画に出てくるユッケもそうです。韓国語がわからなくても、韓国料理の名前はだいたい聞き取れるので便利ですね。この日は午前中から散歩をしながら市場へ向かいました。市場ってその国の食べ物とか雑貨とかいろいろ見られて面白いですよね。市場に来た目的はユッケ。ユッケは生の牛肉ですね。私はここで初めて食べました。
日本でもユッケを出しているお店があるにはあるようなんですが、10年ぐらい前に法律が厳しくなって最近ではあまり見かけません。日本人は生が好きですよね。生卵、生ビール、刺身も生ですからね。このユッケ、日本人は結構好きなんじゃないかなと思います。ユッケ丼一つ、ユッケと生タコが一緒になっているものを一つ注文しました。まだ動いているタコ、ね、タコの吸盤口にひっついたの。おいしい。このユッケは里間のリクエストだったので、私は全然期待をしていませんでした。全然期待をしていなかった分、こんなに美味しいんだと感動しました。この旅行で私の中で一番美味しかった韓国料理、次もまた食べたいと思いました。市場から帰ってちょっとホテルで休憩をして、次に来たのがこのカフェ。ホテルのすぐ近くにあったカフェで、雰囲気が素敵で吸い込まれました。私はカフェの中でも明るすぎない、ちょっとレトロな、静かに本が読めそうな雰囲気の場所が好きです。まあ実際本は読まないんですが、ここはもうまさに私の好きな空間。ここで里間と何の話をしていたかというと、健康と美容の話です。韓国は美容で有名な国で、日本からも美容治療や整形に来る人が少なくないです。2人で整形をするならどこをするとか、お肌をきれいにしたいとか、そんな話をしていました。いやー、健康と美容の話をすると、そんな年齢か、年を取ったなと思い知らされます。おすすめの健康法、美容法あったら教えてください。韓国最後の夜は焼肉、サムギョプサルを食べに行きました。韓国の焼肉は店員さんが焼いてくれるからいいですよね。この動画で私たちずっと食べてばかりですよね。どうですか、私の顔、最初のオープニングと変わっていませんか？このお肉と同じように豚になっていませんか？まあそんなにすぐ変化はしないですよね。夜ご飯のお店を探している時、他に候補のお店があって、最初そこを探していたんですが、地図の場所に行ってもお店がなかったんですよ。後から韓国のお店は入れ替わりが激しいとか、地図に書いてあるお店でも潰れていることがよくあるとか、そういう情報を知りました。これは本当なんですか？ま、とにかく韓国といえばこれという料理をたくさん食べられて満足です。また韓国に行きたいと思うので、おすすめの場所があれば教えてください。今回の旅行、本当にゆっくり過ごせてよかったです。一緒に行った友達里間ともペースが同じで、すごく楽しかったです。結局どこに行くかより誰と行くかが大事だなぁと思った旅行でした。里間ありがとね。